日、術、日光、悲観肖像明覚寺像、日光1698年4月20日は、江戸時代の日蓮宗の僧、山城国の出身、郷は、暗黒院。1636年明覚寺、秘宗を師として法を学んだ。1645年飯高丹林や中村、真由美林で学識を深めた。1661年の愚丹林の講師となる。 1665年日練習の寺院に対し、幕府からの主因地は、国主が寺院に対し、供養したものと認める手形の提出を命じたが、藤士布派はこれを拒否した。日光はこの政策に森政五国省を提上して、幕府を非難している。1666年幕府はさらに自死事業だけでなく、飲み水や航路に至るすべてが、 国主の供養である旨の手形の提出を命じたが、日光はこれも拒否した。この結果、日光は、日向佐渡原藩に流罪となったが、藩主、島津忠敬の帰依を受け、この地に布教している。日光の著書、六内啓蒙はこの時に書かれたものである。また、流罪となって、没するまでの三十二年間の日記、雪目日課を残した。百八十二年富士伏せ花の論争は、 不自不瀬派を、同志派と不動志派に二分し、不動志派の日光の系統は、不自不瀬、日蓮光門州となる。総日光遺跡宮崎県宮崎市佐渡原町、上田等今坂。ありがとうございます。